カーの回収。回収先週今すごいんでしょ？そうだと思うんですよね。ねうん。他の回収、今最も見るべき男。これみんな言うよね、今これね。そうなんですよね。和製鑑定の呼び声高いもんね。そうなんですよね。圧倒の理由、シンプルなロングボールと一人の怪物。はい。なんてこれ書かれてますけど。怪物は回収選手のこと。ロングボール。回収選手でございますね。ですか？あ、ロングボールはこれ誰というよりもやっぱね、こう、みんなこう戦術の話ですね。戦術の話ね、なるほど。はい。はいはい。あの、先日行われた第3節横浜 FC 戦ではね、うん、まずは皆さん、うん、あの、デュエル、地上戦11分の11、うん、で、インターセプト10、11ぐらい、うん、で、ドリブル8分の8と、まあ、佐野海舟選手がだからちょっとね、今、岩政監督ともなんかいろいろこうお話もされてるみたいで、うん、あの、年内にあの、A 代表行くよっていう。そういうためのトレーニングを今積んでるということなんで。そう、志でね、やられてるっていうことで。いいじゃないですか。今、ちょっと彼が今 J リーグ接近してるところありますね。うん、そうですね。はい。うん。